はい、でも最近は肉より断然海鮮派、ミストです。はい、本日はですね、ジオジにお知らせ更新が来ましたので、そちらを皆様と一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来たお知らせがこちらですね。はい、ついに夏の熱血甲子園大会が、開幕しますよというね、告知が来ました。で、目玉報酬キャラもなんと公開されたということでね、早速見ていきましょう。今回の目玉報酬キャラが、はい、こちら来ました。クール小平ひなたということでね、いやね、別場予告みたいなのがねされておりましたね。この小平がついに、こんなねイベントのランキング上位報酬でねもらえることになるみたいです。性能判明してますね。打撃守備のマイベのキャラで、金徳野手ならキアクヘッドまたは牛若丸、ピッチャーならど根性または減点投球ですね。で、上限が肩と補給上限。おお、いいですね。これはサポートデッキに使う際もね、やっぱこうやって2種上限持ってると使いやすいかな。しかもどっちかプラス4だとめちゃくちゃありがたいですね。はい、っていう感じの性能ですね。で、役割はまだわからないんですけども、まあ素のね、あのオリジナルのね小平と比べると得意練習がガラッと変わっております。スノーオリジナルの方はなんとメンタル鍛錬なんですよね。メンタル鍛錬の小平からもう全くもって性能変わってますね。はい、こちらです。こちらが普通の小平ですね。はい、メンタルマイベで、金徳が、はい、切り込み隊長と1枚やりが取れるようになったのか。あ、そっか、アップデートで強くなったのか。あー、なるほど。なんて考えるとさ、こっち金徳二種なのに、なんであっちは一種なんだろうね。え、あっちも一枚で取れんのかな。ちょっとね、二種にしてほしいよね。で、まあテーブルで言うとね、まあ、メンタルキャラの、まあそうですね、昔強かったテーブル、50で基礎ボーナスがついて、45で骨入率アップが 20% つくよっていう感じ。まあ知らせで使ったら、まあそこそこ強いかなっていうテーブルですよね。はい、で、上限は特に持っておりません。はい、これからね、あちらの2種連打撃守備のニュー小平に生まれ変わるということでね。うん。まあ、これいかがですかね。ちょっと、金徳もう一個増やしてほしいけどね。うん。ただ、これテーブルがタックボーナス高め、やる気効果高めとかのテーブルだったら、めちゃくちゃ狙う価値高いですし、まあ、PSR 母体さえゲットしてしまえば、通常バージョンで解放できますので、まあ、PSR がおそらくもらえるであろう、1000位から500位かな、はちょっと目指したいなというふうに思います。で、個人的なお話なんですけども、私一番最初にこのパワープルアプリで当てた SR が小平なんですよ。実はね。うん。あの、本当に実装1週間後くらいからね、ずっとパワフルやってまして、で、パワフル高校の SR よりも、先に春英のね、この小平の SR をゲットいたしました。なので結構思い入れが高い、思い入れ深いキャラとなっております。はい、なのでちょっと頑張りたいかな。ただもうこれさ、頑張るにはちょっとデビューガチャを追うしかないよね。っていう、ちょっと、怖い選択をしなきゃいけないかなと思ってるんですけどね。うん。まあ、ちょっとここは頑張ろっかな。うん。まあ、おそらく最強決定戦終わった後にバランス調整来ますので、まあ、そこから、まあ、特攻作りなども始めつつ、まあ、8月4日からなんで、うん、まあ、期間は結構ありますね。はい。まったりと、作っていけたらいいかなというふうに思っております。で、今回も、なんか、クリーンナップだけとかね、優しい特攻の作り方だったら嬉しいかなっていうふうに思っております。うん、ちょっと、甲子園はね、毎年荒れるんで、まあね、私みたいに戦力がね、高い人はもうおのずと魔境に入ります。ちょっと上位目指すのはかなり苦しいので、あえてスター発掘に行って、まあ、PSR 母体取りつつ、うん、ランキング上位狙うなんていうね、進め方、立ち回りをですね、もうここ2年くらい前からずっとやってますね。うん、あの甲子園、夏の甲子園は特に私本戦はあえて出ません。出たらどうせ飲まれるんで、 SR の母体すら累計報酬以外ではもらえないなんてことがザラにありますんでね。確か8位までかな、8位までに入れば SR1 枚もらえるんですけど、そこすらも入れないなんていうのがザラにありますんで、まあ、ここは私あえてスターハックスローにまた行こうかなっていうふうに思っております。はい、まあ小平は結構好きな人多いんじゃないですか。で、これを機になんかね、
バープルのアニメも春英編みたいなのね開幕してくれたら嬉しいかなっていうふうに思っております。はい、これグループランキングの報酬ランクなんかこんな前からなの、特定期間内2018年から、あそういうことね、なるほどね結構前からってことはあれですね、この辺からパープルアプリやってない人も巻き込まれてしまうなんていう感じですよね。はい、今回のイベントはなんか一ひねりあんのかな、まあ従来通りであれば特にね、うん、まあ、ただ特攻を作るだけで OK みたいな感じなんでね、まあ大丈夫だと思いますけども、うん、まあ果たして入る余地はあるのか。なんかもうねデッキのキャラさ、もう高校小池キャラ3体ほぼ確定じゃないですか。だから残り3枠しかないんですよね。で今残りの3枠も海馬とかね、まあクロセーラとか、まあ、キリルとかいろいろいますけどもね、そこに入ってこれるか。なんで小平が通常バージョン役割なんだったっけ、バウンサーだっけ、バウンサーだった気がするんだよな。あ、バウンサーっすね。バウンサーだったらこれワンチャンコバルトくん入れなくてもいいなんていう感じになってくれたら嬉しいっすね。うん、本当にね昨日動画でも話しましたけども、高校こういうキャラの敷居が高すぎるんで、しかも解放もしなきゃいけないっていうふうに考えるとデビューガチャ分回しはマジきついんでね。うん、なんかせめて自前1体45作ってフレンドに50借りて、なんとかね、うん、この混合連合を楽しめたらいいかなと思ってるんですけども、でも今のねパワースポ、上位の人見るともう、あ、ちょっと待って見れるかな、今作成中断してる、あ、見れますね。はい、すごいですね、メリーさんなんと6万3000点出たみたいです。はい、あ、でもネモさん2人しか使ってないですね。やっぱコバルトくんの代わりはイチローがベストなのかな。うん、ただ他見るとほぼほぼ3体入ってるんですよね。あ、でもコバルトくんの枠をイチローだったり、あ、他のキャラにしてる人多いっすね。はあ、なるほど、ちょっと目を離してたらそんな感じになってるのか。あ、だったらありがたいかもな。だったらマジで高校のデビューガチャ追わなくてもいいかもしれない。うん、これ小平バウンサーと熱いね、ちょっとそんな感じになってほしいな。今バウンサーの枠はイチローってなんかいい気がしてた。なんかネモさんもすごい押してましたしね。なんか、うん、そうしよう。ちょっともう俺デビューガチャ追いたくないんですよマジで。もうすごいねツイッターで闇の画像をたくさん見てるんで、うん、ちょっとマジで我慢したいと思う。これを追うくらいだったら絶対パープルの火追った方がいいと思うんでね。はい、ここちょっと、うん、我慢しよう。まあ最低限赤の人は45にできたんで、緑の子を50で借りて、青枠は、うん、ちょっと一郎で行こう、俺も一郎で行くわ。はい、で小平が来て強かったら小平に変えるなんていうね、うん、感じにしたいと思います。またね今ねレンジャー3枚なんていう編成もね流行ってるらしい。レンジャー紫ですねっていう編成も流行ってるらしくて、まあ、ちょっと、まあ、自分の中でねベストのデッキを探しつつ、まあ、その中で小平が入ってきてくれたら嬉しいかななんていう風な感じでね、うん、まあ、パワープロライフ楽しんでいけたらいいかなという風に思っております。でそれだけじゃなくてね826のキャラも来るからね、うん、果たしてちょっと余計心配になってきた。小平入る枠あるかな、うん、なんていう感じですけどね。まあここはちょっと、うん、もう2022年の夏の新キャラですよ。ちょっと品徳一種じゃなくてさ、なんかそれ以外のねなんかすごい性能に期待したいですね。なんかあれなんだっけ、あのイベント発生リスアップとかね、あの野球マスクが持ってるやつとか練習改革とかね、なんかそういうのを持ってきてくれたら嬉しいなというふうに思うんですけどね。ぜひねチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、高台に関しての予想コメントも、ぜひぜひお待ちしております。します。 See you.